こんにちは、ライムです。ということで、バックアゲインしたライムが全人類待望のセフィロスガチャ100連ガチャに挑む。ちょっとね、はい、復活しました。まあ、体調は優れませんけど、でもこれはやっとかないと、早めにやっとかないと、いろいろな面でちょっとね、後に響きそうなので、これはどんな状態、仮に広告が停止されていようが、このガチャはどっちにしてもガチャ動画としてアップするつもりだったので、これはね、見逃せないですよ。前回のね、このガチャ引くべきかっていう切り羽の性能評価とか、ボルドイーグルの性能評価とかね、動画出しましたけど、まああんな感じの性能になってるんですよ。でちょっとガチャ悩んでる方はね、ぜひそちらも見ていただいて検討してほしいんですが、ちょっとさすがにね、ダンジョンランキングとかのことを考えると、まあここ引いておかないとなと。せっかくまあ第1回だしということで、せめてトップ100は目指したいよねっていうところがあるので、ちょっと、やります。頑張ります。いきます。さあ。あ、ちょっと待って、ウィッシュリストちょっと確認していい？で、今回、セフィロスが、改めてね、改めじゃないよ、初めて実装されたこともあって、ちょっと今回のガチャ全部セフィロスの武器でいこうかなって思ってて、で、その中でも、まあ、後でちょっとセフィロス、どの武器がおすすめだよって話も出そうかなとは思ってるんですけど、とりあえず今、全部セフィロスの武器でいきます。はい。ちょっと今回はね、まあさすがに初登場なんで、他のキャラと違って、まあ持ってない武器の方が多いのでね、これでいきたいと思います。マイル。とりあえず今後、セフィロスが氷属性キャラの中で、まあトップクラス、まあ今後というか当面、ここでちゃんと揃えてあげれば、氷属性魔法界では最強のアタッカーになるんで、ちゃんと装備も揃えてあげれば、クラウドがね、まあ、村雨クラウドがあんだけ強いことを考えると、ここで強化しない手はないよね、という感じですかね。だから当面多分各属性ごとに、なんか、この属性だったらこのキャラ強いね、強いよね、みたいな感じで多分進んでいくのかなっていう気がします。受け止め、うどー！受け止めんなや。受け止め、うどー！これはダメだ。これはダメなやつ。これはダメなやつ。受け止めんなや。せっかく復帰第1弾なのに。はい、ダメ。はい、ダメ。はい、ダメ。スキップします。はい、ダメ。トホホ。トホホンタス。20連目いきます。いやー、バンバン出てほしい。マジでバンバン出てほしい。スタンプ6とか。2手。スタンプ6とか欲しい。スタンプ6欲しいわ。さあ、どうだ？おし！やった！やった！確定演出。確定だわ。いただきセフィロス。これ完全にいただきでしょ。これいただきだわ。オーラまとってるしね。鉄巨人もオーラまとってる。スーパー確定演出。これはもう、ね。弾いた。弾いてからの強切りフィーバーだね、これは。OK。ありがとう。ありがとう。ありがとう、クラさん。ありがとう。アリクラさん。これはアリクラ。1個か。うわぁ。しかもこのシルエット、セフィロスじゃねえ。セフィロスにしては髪が少ねえ。セフィロスにしては髪が少ないね、このシルエット、マジで。セフィロスはこの髪の毛量だったことは多分生まれた時ぐらいしかなかったんじゃない？生まれた時以来この毛量はなかったはず。あ、でも何気にこのマットの武器初めてか？スティングレイ。スティングレイってなんだ？でも、
地味にね、最近あの魔法攻撃アップの R アビー、つい物理攻撃か。悪くはないな。魔法ダウンか。魔法ダウンか。魔法ダウンの R アビーが物理攻撃力アップ。微妙に噛み合ってないけど。噛み合ってねえな。R アビーと内容が噛み合ってねえな、これ。なるほど。はい。30連目いきます。セフィロスここまでなし。いや、マット今後のタイミングいらねえな、マジで。セフィロスだけ、1かよ。1かよ。セフィロスだけ強化したい。せっかく A 確定室だったのにな。普通度だね。普通度。通常度。さあ、今回は避けてくれるかな？避けてくれるかな？オーラなしだね。オーラなしの普通鉄巨人。さあ、避けろ。さあ、避け。避け。避け。お、弾いた。オッケー。弾いたのはオッケー。弾き誘導オッケー。フィーバーだな、これ。オッケー。オッケー。弾き誘導はオッケー。弾き誘導オッケー。まあ、マジ怖かった、今。マジ、受け止めの姿勢入ったから。おしよ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 し。おお、よし。おお、よし。これはセフィだな。セフィだ。セフィオン。セフィオンの匂いがする。この毛量は、この毛量はセフィだぞ。セフィフィミスリル霊式打ち刀。読み方は打ち刀なのかな。打ち刀か。さあどうだ、切り羽来い。いてよ切り羽。あ、獅子五金刀全然あり。これ魔法攻撃アップなんだよね、ライズアビが。これ全然あり。あれはあれね、ウィッシュリスト入れといたやつだね。全然 OK。 さあそろそろ切り羽、切り羽、切り羽。うぅぅ、やった。最低これで1凸が確定したわけだ。次どんなに運悪くてもスタンプで切り羽確定だからね。やっぱ1凸の差はでかい。アビバイ率もステータスも結構上がるからね。これはでかい。さあ、これラストかな。なんだ？お、なんかこれあれだよね。アニメの主人公みたいな。ノーザンライツ。すごいね。刀身がめちゃめちゃ綺麗だ。ノーザンライツって何だったかな？R アビ。なんか R アビも、あ、ぶっこダウンだ。ぶっこダウン。そう。ぶっこダウンで目的で入れといたんだ。そう。今んところ、あ、ちょっとね、魔鋼ダウンキャラよりも、ぶっこダウンキャラの方が少なかったんで、セフィロスで出てきたことによって、ちょっとね、編成の幅広がるよね。単純にアタッカーじゃなくても、ぶっこダウン要因として使っていける、みたいな。感じなので、これはバトルタワーの鉄巨人対策としても使えてきそうだし、 CC 五金刀が魔法攻撃アップで、切り羽はもちろん解説動画の通り強くて、でこれは、あ、仏棒アップか。これはあんまいらないな、別に。これはいらないな。はい、次、あれ今ここまでで40連だっけ。今ここまでで40連か。次50連。次スタンプ2つ。いてよ !2 つ！お、3。3出れば、3出れば上等。これで切り羽が1つ確定。確定枠は10個目だよね、確かね。なんか確定枠はさ、別に用意してほしいんだけど、11個目に用意してほしいんだけど。なんか1つ潰れてるじゃん、実質、確定枠って。なんか、マジで11枠目用意してほしいよね。次アンケート来たら要望として書こうかな。なんか損した気分になるよね。だって確定してるのは分かってるわけだからさ。受け止めうどー、受け止めちゃったか。受け止めうどー。
これもうほぼ確定枠だけだな、これ多分。切り場に1個だけだな、これ。受け止めんなよー。まあ、そうだろうね。そうだろう。もうこれ確定してるからスキップでいいか。まあ、そうだよね。切り羽をさらにもう一本追加で獲得できるチャンスずら。でもこれ課金者はどうせとつるんだったらこれ買った方が実は安かったりすんだよね。だって10連で3000円だからね。3000個石3000個ってことは20連しても切り羽出る方が確率としては少ないわけだから、ただ強化するだけであればあっち買っちゃった方が得ではある。本当にガチ課金者の方は60連目いきます。なんだよね。さあどうだ。うえ、今日はちょっとスタンプ運はいいかもしんない。スタンプ運はいい、スタンプ運はいいな。次スタンプ6とか出たら次のページのなんかあれいけるわ。ルティアのボルトイーグル確定までいけるわ。ボルドイーグルか。なんかさ、ルティアのあのボルドイーグルさ、普通になんか最初僕ポルトイーグルだと思ってたしちょっとさ字が小さすぎて読めない、読みにくいよねこのゲームね。なんかもうちょっと字、お、弾いた。よっしゃ弾いた。これは強切りフィーバー来るぞ。弾いた、弾き誘導 OK。 オッケー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 。フィーバーウド、フィーバーウドあり、フィーバーウドは OK だぜ。最初か。この毛髪量は、この毛髪量は確実にセフィロスだ。髪いっぱい生えてる感じ。おー、オッケーオッケーオッケー。獅子ご均等。これでどんどんセフィロスの魔行が鍛えられていく。ちょっと計算すると魔行が若干足んなかったんだよね。なんかとつれないと厳しくて、これマジで助かる。はい、次70連目いきます。さあどうだ、来い。スタンプ6 12に、あーでも1じゃないだけ、1じゃないだけだいぶマシだな。おー、ウェア行ったぜ。あれあれ、スタンプシートあれなんだね。2ページ目の6がボルドイーグルじゃないんだ。あれ、ボルドイーグルじゃないぞ。え、ボルドイーグル確定なのかと思ったら違うんだ。優しくねー。ボルドイーグルそういえば出てね。ボルドイーグル1個は欲しい。無凸でもいいから1個欲しい。普通鉄巨人に普通度。ボルドイーグル1個欲しいね。ちょっとやっぱデブリザするよかは。余計うど、余計うど見せろ、お前の本気を見せろ、狂気で出せ。おーし、おし、これでボルドイーグルマジで無凸で、無凸でいいからマジで1個出てほしい。お、こねえ、今回ルティアやっぱセフィ、すごいね、さすがのウィッシュリスト全部セフィロスだから、セフィ圧倒的セフィロス率。あ、ボルドイーグルマジで欲しいな。星3のボルドイーグル今出たけど、グライレイド、グライレイド、これなんだ。ああ、喋ってる、若瀬フィ喋ってる。おーし、よし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 、破人の主幻想、無属性のグライレイドってさ、あ、そっか、全体攻撃なのね。なるほど、全体の無属性物理攻撃か。これもかなり強いね、アールアビ。物理攻撃24に LB の威力アップだからね。で、さらにサポートマテリアで、この土属性アビのダメージプラス 30% だから、無属性とは言いつつ、クエイクブローを装備すると、普通に土属性アタッカーとして使っていけるって武器だね。
あと何連？あ、あとあれか、これ80連目ってか。80連目いきます。ボルドイーグル2。あ、これ、いや、ワンチャン、2ページ目の星5確定までいけんな、スタンプ次第で。ボルドイーグル出ねえな、マジで。マジでボルドイーグル出てほしい。ボルドイーグルの有無でだいぶ変わってきそうなんだよな、威力が。欲しい。で、ルティアが何気にマクオダウンつくので、弾いた！マクオダウンついて、で、セフィロスがぶっこうダウンできるから、相性相当いいんだよね、セフィロスとルティア自体が。ボルドイーグル仮に出なかったとしても。キャラ的な相性として。あー、セフィか。別に、まあ、セフィロスでも別にさ、それは嬉しいけど、セフィか。俺で霧羽出てくれるとマジで助かるな。いでよ、霧羽セイドン。こんな武器僕、ウィッシュリストに入れてたっけ。あー、これか。魔法アップで、魔法アップか。魔法アップ、どうなんだろうね、マコアップね。確かセフィロスの第2リミットブレイクで自分の仏鋼とマコアップ効果ついてたんで、 LB 頼りでやれば普通にいらなくなるしみたいなとこだよね。まあタイミングか、それこそ LB 打つ前とかみたいな、とどめ刺すタイミングで やるといいのかも。あ、でも、あれだったね。ランキングって最大ダメージのスコアもあったわ。そう考えると、やっぱバフって大事かもしんないな。ダンジョンランキングで。って考えると有能かもしんない。戻っちゃった。はい。次90連目ですね。いきます。さあ。1個か。1個か。でも次のスタンプ100連で、スタンプ3つ出せば、OK。オッケー、さあどうだ。普通服、通常運動。さあどうだ。うん、普通鉄巨人だね。さあどうだ、避けるか、避けるか、弾き返すか、弾き運動か。さあ避けーな、お、弾いた、弾き運動。いいね。ナイスナイス。そろそろルティア。そろそろルティア。そろそろルティアか霧羽。ルティアか霧羽。おあー。これセフィか。これはセフィか。いや、マジでルティア全然来ねえな。これさっき見たな。グライレイド。全体攻撃のやつか。いやー、出ねー。でねー。はい。ラストですね。これ100連、最後です。ラスト侍。1個届かず。全然ボルドイーグル、ピックアップされてねえな。ピックアップされてる気がしねえな。ね。だって、ね。全然さ、ウィッシュリストも、おわ、受け止めちゃうんかい。受け止めちゃうんかい、クラさん。それはよくねえわ。最後の最後で、それはよくねえわ。最後の10連目、やったことを後悔するのは NG。はい。それは NG。それは NG。
このゲームなんかさ、あそこからの昇格演出みたいなもんないよね。はい、ということで、多分僕が忘れてなければこれで100連したと思うんですけど、ボルドイーグル出なかったね。出なかった。まあでもとりあえず、霧羽が1突できたのは結構でかいんじゃないかなと。倍率が上がるの相当でかいんで、まああとはウィッシュリストなりでコツコツ、まあ、これを強化していく形になるのかな。来月、あ、もう10月1日だったわ。はい。まあ、これ以降のガチャでね、ウィッシュリストに登録してという形になるでしょう。ただ今回ウィッシュリストに入れたけど出なかった装備もあったね。なんかこの辺出なかったな。グレンたちとかね、まあ、出なかったんで、まあ、ぼちぼちって感じかな、これは、今後。まあ、いずれにしても、セフィロスの、ウェアとかもね、手に入ったのは良かったです。今後またセフィロスの、使ってみた動画とか、で、あと、霧羽がね、ちょっと、ね、去る理由から、賛否両論、場所によってはちょっと炎上してるみたいな話も聞いたので、その辺をちょっと検証して、そのね、動画出したいなと思います。まさかの炎上案件っていうみたいなタイトルで多分出すと思うので、今のところ。ちょっと使ってみるね。実際使ってみて、ね、いろいろ検証してからアップしようかなと思ってるんで、よろしくお願いします。で、あとさっきもちらっと言ったけど、セフィロスの、おすすめ武器、どれをウィッシュリストにいる、どうすっかな、セフィロスの武器の武器ランキングみたいな動画の方が分かりやすいかみたいな感じで、ちょっと強さに、ね、優劣つけて解説もつけてっていう動画アップしようかなと思ってるんで、よろしくお願いします。といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。